はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済セキュリティ対策まとめ、自分が使ってる決済方法は大丈夫かということで、今回はスマホ決済のセキュリティということなんですが、実際に今自分自身が使ってる決済方法が、安全かどうかということでお伝えしていこうと思います。ということで、今回はテッククランチから参照させていただきました。下の概要欄にリンクを貼っておきます。現在話題になっているスマホ決済のセキュリティ関連なんですけども、もともとはセブンペイが2段階認証がなかったことで、それで不正利用が行われたということで、ちょっと盛り上がっています。で、ちなみに2段階認証については、前回の動画をチェックしてみてください。で、今回はコード決済アプリを入れてないスマホと別のスマホでログインをやってみて、セキュリティレベルをチェックということで見ていきたいと思います。まずペイペイからなんですけども、この異なる電話番号を持つスマホでログインした場合なんですが、そしたら登録された電話番号に認証が飛ぶようになってます。なので、例えばそのスマートフォンを盗まれない限り、 ID やパスワードを盗まれてもそんなに深刻な問題にはならないと言われています。あと、Yahoo の ID のアカウントとパスワードでもログインした場合も同様に、登録した電話番号に SMS で認証コードが画面に飛ぶようになっています。続いて LINE Pay なんですけども、 LINE Pay はとにかくセキュリティが強くてですね、使ってる人ですらちょっと面倒くささを感じるレベルみたいです。で、別の端末でログインした場合なんですけども、36時間以内に引き継ぎを求められる。そしてアカウント引き継ぎのボタンをオンにせず、新しい端末に乗り換えた場合は友達と送り履歴は戻らない。なおかつ元の端末でアカウントを削除すれば、削除した時のアカウントに紐づいてるサービスも解除されるので、 LINE Pay の残高っていうのは盗み取られないようになっています。次に D 払いですね。 D 払いの場合は、初めてのログインの場合は2段階認証が必要となっています。そして登録しているメールアドレスに認証コードが飛ぶ仕組みになっています。次に折り紙ペイ。折り紙ペイの場合も同様に、別の端末へログインしたら、メールアドレスとパスワードでログインした場合は2段階認証に済んで SMS の認証コードが届くようになっています。最後にファインペイですね。ファインペイの場合も、電話番号とパスワードでログインして、同じように SMS の認証コードを送る画面が出てくるので、こちらも2段階認証が設定されています。ということで、ざっと紹介をさせていただいたんですけども、まだ他にも楽天ペイやメルペイなどもありましたが、ここまでにしたいと思います。使い始めた頃はですね、そんなに僕自身は気にしてなかったんですけども、特にこのセキュリティ関連なんですが、このように改めて見ると、やっぱりこの2段階認証の重要さに気づかされましたね。これからもまだ普及しそうなスマホ決済なんですけども、このようなことも頭の隅に置いておく必要がありそうですね。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。